車は日本国有鉄道の前身である鉄道省が1923年に輸入した直流用電気機関車である。東海道本線電化用としてアメリカのゼネラルエレクトリックで2両が製造された。当初は1010 10型と呼称されたが、1928年10月の車両形式称号規定改正により ED11 型に形式番号が改められた。 箱型車体の前後にデッキを有しており、屋根状に2機のパンタグラフを搭載する。同時期に輸入されたイギリス製料機に比べ部骨さは影を潜めている。側窓は他の字型で、全面中央の出入り口と左右の前面窓の間に砂箱と短いはしごが設けられている。このため、前面窓は横幅が狭く、細長となっている。 後に輸入された ED14 型に外観、性能とも極めてよく似ているが、台車の構造は、イコライザ式台車で牽引力は、台車から心皿、台枠、車体を経て連結器に伝えられる方式を採用し、板台枠台車と連結器のみで牽引力を伝達する ED14 型とは方式をことにしている。このため、ED14 型では連結器が、 台車に取り付けられているのに対して、本形式では連結機が車体部分に取り付けられている。1951年に国鉄標準機器に乗せ替え、砂箱が台車部分に移設されてはしごも撤去され、全面窓も横幅が広げられて、原型を喪失した。西武鉄道 E61 東海道本線、横須賀線、伊東線で運用された。 1>, 1は1960年に廃車され、西武鉄道に譲渡されて、同社の E61 型になった。西武では貨物列車の牽引用に使用されたが、E31 系の導入により1987年に廃車になった。廃車後、横瀬車両基地に生体保存されている。2は浜松工場の入れ替え機に転用されながらく使用されたが、 1976年に ED18 に代替されて旧車となった。その後は同工場で保管された後、1991年に開館した佐久間レールパークに生態保存された。佐久間レールパークの閉館に伴い2011年に名古屋市港区に開館したリニア、鉄道館に移され展示されている。ありがとうございます。